小淵沢駅は山梨県北杜市小淵沢町にある東日本旅客鉄道の駅である。標高は886.7メートル。山梨県の鉄道駅としては最西端となる。中央本線と小海線の2路線が乗り入れ、接続駅となっている。このうち、中央本線を当駅の所属線としており、小海線は当駅が起点である。中央本線には、 COO51 の駅番号が設定されている。中央本線は、新宿方面から当駅までが、八王子支社の管轄であり、塩尻、松本方面及び小海線は、長野支社の管轄である。両支社の境界は、中央本線では下り台4閉塞信号付近、小海線は、県道11号線との交差付近に置かれている。中央本線の特急列車、 アズサは最速達、速達便を除き、全列車が停車する。なお、開示が当駅まで運行することがある。土休日に215系で運行される、ホリデー快速ビュー山梨の山梨県側の終着駅でもあるほか、毎年1月に臨時快速列車、成田山初詣山梨号が当駅と成田駅の間を往復で、毎年4月に臨時快速列車、 小座敷桃源号パノラマ号が東駅と千葉駅の間を往復で運行している。2018年には夏の臨時列車として特急列車山海寺が立川駅から東駅までの下り列車のみで運行。特急列車諏訪品の号が東駅と名古屋駅の間を往復で運行された。なお、諏訪品の号は2019年にも夏の臨時列車として運行された。 小海線の臨時快速列車、ハイレール三3 7 5を含む全ての列車が、当駅から発着する。島式ホーム2面4線を有する地上駅。3番線は、ホームなしの対比線である。5番線からは、当駅始発の松本方面行列車も、発車する。4番線は、小海線専用ホームで、河川はなく、甲府方面が行き止まりになっている。 5番線の横には3本側線があるが、現在は使用されていない。また、1番線の横にも側線があり、当駅止まりの列車が留置される。駅舎とホームは、古戦橋で結ばれている。旧駅舎時代は、駅舎と中央本線が発着する1.2番線とは、地下通路で結ばれていたが、駅舎と4.5番線は直接行き来することができず、1.2番線から、 古戦郷を渡る必要があった。新駅舎が竣工したことに伴い、地下通路は閉鎖されたが、代わりに、両、ホームとも同じ古戦郷で行き来することができるようになった。1.2番線ホームは、かさ上げ工事が実施されており、都市部の駅と同等の高さが確保されている。現駅舎は、自然資産との共生をコンセプトに、 北側にそびえる八ヶ岳の頂部とその山麓の棒道を駆け抜ける馬の姿をイメージしたものである。外観を特徴づけるアルミパネルと逆台形のガラスファサードは八ヶ岳や南アルプスとそれらの尾根を流れる沢をモチーフにしている。1階の外装には小渕沢一帯で多く自生する赤松を2階の外装には線路から飛んでくる鉄粉の付着の影響が少ない。 焦げ茶色のアルミパネルを使用しており、どちらの素材も、小渕沢で盛んな乗馬に通ずる、アースカラーを、貴重色として用いることで、現地の風土に、調和するように仕上げている。また、線路と、市街地の間にある4メートルほどの高低差を、隔てていたコンクリート溶壁があったが、現地で古くから見られるのずみの石垣をモチーフとした、もたれ式溶壁に置き換えることで、前日の外装の色と、 相まって、駅舎のボリュームが浮かびフードの新商風景の創出を、測っている。旧駅舎は開業当初からのものという記録が残る、木造平屋建てで、内部にはコンコース、待合所の他に、売店や、新州そばうどん店があった。2017年7月3日には新駅舎とその中に、マルセイが営業するマサイチ本店、マルセイそば駅連高小渕さん営業所、 北都市観光案内所、市の交流スペース、駅前広場などが完成、開業した。切り替え後、旧駅舎は2017年9月に解体された。直営駅であり、管理駅として、日の春駅、長坂駅を管理している。緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、簡易スイカ改札機が設置されている。自動改札機は設置されていない。 山賊そば丸製が調整、販売しており、高原野菜とカツの弁当などで知られている。なお、陶器を除き各ホーム上の店舗で販売を行っている。また、マサイチ本店でも販売している。主な駅弁は、下記の通り。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は810人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。 北斗市小淵沢地区の中心部に位置している。駅前には、商店、飲食店、旅館などが並んでいるほか、小淵沢タクシーの営業所もある。なお、駅名と違い地区名では、小淵沢と濁らない。小淵沢駅停留所にて、北斗市民バス、八ヶ岳高原リゾートバス実行委員会、山梨交通にらさき営業所の路線が発着する。ただし、 2021年3月現在、八ヶ岳高原リゾートバス実行委員会の路線は、運休中である。当駅に一部が停車する、中央本線の特急、あずさの隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。臨時列車、ホリデー快速ビュー、山の号の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。臨時快速、ハイレール線3 7 5の隣の停車駅は、 列車記事を参照のこと、報道発表資料、ありがとうございます。